な僕行きましょうか。おあ、そんな。いや、あんまちょっと面白い話じゃなくて、ちょっと真面目な話じゃなくて、真面目な話、はい、真面目っていうか、ちょっとあんま気持ちのいい話もないですけど、いや、ごめんな、ハゲ、いや、ハゲもまあ気になる。ハゲは全然いいよ、俺全然ちゃうからさ。まあ、大丈夫。いや、僕ほんまに単純にこれ疑問というか、よう分からへんなと思うんですけど、うん、ネットでね、うん、人叩いてる人いるじゃないですか。うん、あれ何してんねやろなって。何してんねやろな。何して、いや別にもう誰に対してもどんな悪党でも俺はそれは思うんよ。うん、はいはい、どんなぶっちゃ大犯罪者とかでもネットになんかわざわざ書いてる人は何してんねやろなって。ネットで誰かを批判するな。そう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 。まあもちろん俺らに言われたらそれは嫌やなと思いますし。まあそうやな。うん、いやなんかもう何やろな。別に実害がないやつにもそんなことしない。そう。しかもなんか悪いとかあるこれみたいなやつに、うん、ほんまにガチの上げ足拾って。ああそうやな。もうまあ確かにちょっとその捉え方によっちゃ悪いかもしれんけど、普通そうは考えへんやんみたいなやつバーン行くもんな。なんか。何までして、そうなんよ、なん叩きたいの、何がしたいん、なんかね、そのなんかこういう理論でこういう理由があってダメだっていう、その自分のね、その考えてる知識とか理論をこうぶつけたいっていうのは分かるんやけど、ひけらかしたいと、うん、そう、ただただなんていうの、うるさい、しねえ、バカとかだけでよく人はほんまにわけわからへん、わからんな、わけわからへんな思うんですよね、普通に、ねえ、もちろんないでしょ、そんなそのねえ、変に書き込みしてないし、俺周りとか友達でもそんなやつ取りもらわない。そうですね。だからさ、誰がやってるか分からんけど、いや、まあ、どんな顔のやつがやってんねやろ、正直だから、うん、現実でそれやってるやつは絶対特定できんやろ、うん、あそう、まあまあまあそうやな、もう言ってても、だから俺が顔合わせたやつがもしかしてやってるかもしれない、全然ある、うん、のがあの怖い世界にありましたので、あるよな、あのレジスタンスもあの、うん、バッドボタンを押してるやつ全員身内説とかあるもんね。それ知らんけどさ、知らんけど、まあそのバッドボタンぐらいはね、もう別にパッて指動かしたら押せちゃうわけやから、うん、まあなんかな、こいつ何言ってんねんとか、うん、もうこのハゲキショイなとか思われたら押されてても、まあそれは知らんぐらいかもしれんけど、うん、はい、なんかわざわざあのコメントとかはほんまにすごいなって思うな、普通わざわざな、こうコメントのとこタップしてさ、文字打って送信してさ、マジですごいよな、の人に叩かれるとかもあるかもしれんし、なんか、あの論破対決みたいな始まってめんどくさいかもしれんって考えると、しかも多分やけど、うん、それしてくるやつら大体話聞いてないのかな、全部聞いて言ってるわけじゃない、あ、まあ、そういう時もある、だけなんか結構話聞いてないやついっぱいおる気がする、はいはいはい、うん、ちゃんと見たらそんなやばいことしてないのに、うん、あのこういうこ悪いことを人が言ってましたって言った人が叩かれてるパターンとかもあるから、そうなるな、だからなんか叩きたくてしょうがないの結構辛いなと思うし、なんか、まあ、気持ちいいんでしょうね、いや、まあ、多分その悪口言ってる時気持ちいい、だからストレスの吐き口が全くないっていう状態なのかな、おそらく、だから、まあ、俺が想像してるのは、あの家体を一歩も出てないようなやつやとは思うんだけど、スマブラの煽りプレイしてくる、スマブラの煽りプレイするやつとかも多分家であのスネ毛と胸毛ボーボーでポテチかいてポテチ食ってケツかいて、あの多分40年前ぐらいのソファーくそ汚しながら油だらけのやつに座ってて、ね、で髪の毛も多分あのすごい少ないんだと思う。なるほど。すごい少ない、そういうやつに限ってな。うん、でもなんかまあ普通にでもなんかね、例えば YouTube とか見てたりしてもなんかちょっとやばいやん、この動画最低やなとか思ったりときあるじゃないですか、うん、まあ別にそれ低評価押すぐらいまではまあ全然わかるんですけど、うん、なんかそれになんかわざわざコメントしようとかマジで思わない、本気でイチャなんつけるとはならへんもんな、うん、そうそう、 Twitter でなんか悪いやつがなんか悪いやつにしたりしてもそれにリプ送ろうとかならないじゃないですか、うんうん、そこに労力を使う意味がもう分かんない、こんなアホみたいなやつおったでって友達と言い合うぐらいはある、うん、全然あると思います、ね、まあでも、うん、その100人に1人ぐらいおるかもしれんけどさ、うん、でも100万回再生されたら1万人ぐらいそういうやつおるってことだ、確かにそうやな、やっぱ結構おるやん、そら100人1人もおんねん、俺らが10万回再生されたら1000人ぐらいはおるかもしれん、世の中一定数変なやつがおる理論じゃないけどさ、そうやんな、やっぱ何言っても絶対もう嫌でもとかで返すようなやつなんやろうなってちょっと思ったりするけどね、うん、すごいなー、すごいよないや多分俺らやったら多分普段やっぱり喋ったりとか、うんうん、まあなんかうまい飯食ったりとか、うんうん、まあスマブラしたり、まあまあまあ、あの、うん、いろいろあると思うよ、そのちょっとストレスがこう発散されるような場所な、うん、だからもう全くなくて、しかもパソコンと向き合ってるからもうパソコンでストレスを発散するしかない、そっか、はいはい、っていうほんまにここしか見えてない状態になってしまうと、うん、俺も多分やるかもしれない、もしかしたら、あなんかムカつくなってなってパソコンでしか何かやることないどうしようってなって、
家の壁殴ったら壊すわけにもいかんし、うん、ってなったらもう行ってまうかもしれない。でもなんか俺思うんだな、うん、それやってもあんま誰も見てないし、あ、まあ、結局見てない、あんま意味なくない。それで何かが変わることもほぼないからね。ないよな。いやまあ俺らもだからたまにアンチコメントが来るけどさ、うん、アンチコメントしてきたやつの名前覚えてんの俺最初の一件だけやしさ、うんうん、それ以外のやつはああはいはいって感じでブロックして終わりやからさ、うんうん、なんだろうな、なんやろな、あんま意味ないねんけどなって思うな、うん。でそのアンチコメント書いてみんながめっちゃ賛同してくれるとかあるかもしれんけど、だからって感じだし、うん、アンチコメント書いてね批判しても、うん、その成果を得られることはないやんか。そうそうそう、ね、うん、結論まあ、うん、まあ書いても全然ええねんけど、うん、まあしゃあないでとだけ、うん、そうそう、いや逆に、うん、あの賞賛とかあげるコメント、いいコメントとかやったらさ、うん、俺らもハッピーやし、まあ覚えるしみたいなのもあるし、うんうん、周りの人からしてもあそれいい意見だねみたいな、面白いねとかなったら、うん、その方が人間的に普通に気持ちよくねって思うんですよね、うん、そうそうそう、そういう愉快な感じがもう嫌いな人がおる、うん、ああそうだよね、あもうなんかねじ曲がってもてんねやろ、寝るみたいな、誰かを叩くことが正義やと信じきってそこで人気者になりたいって感じじゃない。そうでもその誰かを叩くために集まったこの人たちは多分もう一生顔合わさない人たちなんですよね、うん、なんかのアンチっつってずっと一緒に居続ける、例えばオフ会とかで会おうとかなる、うん、そんなんもう絶対ないやん、うっすい関係や、うん、芸能人が悪いことしたら叩きに来るその場だけの関係や、うん、レジスタンス大好きクラブみたいな感じやったら割と結構見る顔おるなって、楽しい、うん、やったらこっちの方が絶対楽しいと思うから、そうな、まあ、もしそういうことしてる人おったらね、あの、うん、嫌いなことより好きなことに労力使うとか、まあ、幸せになれると思うんですよね、真面目に。そうそうそう、なんかいやでも面白いと思うけどね、そうやな、俺らのアンチコメするかやったら、うん、アニメで推しキャラ1匹でも作って、うん、抱き枕になってデュフってる方が、いやデュフってんの気持ちいいですよね、全然楽しいで、うん、俺もトラドラのみのりちゃんでデュフってる時あったもん、うん、めっちゃ気持ちよかったわあれ。そうやな、うん、って思うよね、思うよ、思うよ、それぐらい、うん、なんか別に腹立つとかでもなく、うん、なんでなんやろなと思って可哀想やと思うし、なんでもな、まあ、嫌いなことが多い人生はしんどい、ね、いやーそうだね、わかりますわ、ね、もっと自由に楽しくせっかく一回の人生なんで、嫌いなこと多いことあかんことやから、うん、お前マルシハンバーグ食べろこれ誰もお前はマルシハンバーグ食べろ、あんまりちょっと商品名とか言うと、うん、あんまりあれなんですけど、うん、僕はあの商品のアンチかもしれない、うん、お前さえてかさ、いや書き込んだりはしないし、ちょっとまあこれは短めに終わらせたいんだけど、うん、あれ誰が頼んだ、あ、僕が頼んだ、お前さ、ほんまおかしいやん、愉快犯やろ、なんで頼んだ、愉快犯やろ、自分の家にさ、好きやろお前ら、自分の家に愉快犯、知らん知らん、マルシハンバーグ俺はあんま好きじゃないけど、うん、君たちが好きなやったら頼んでいい、うん、いや、なんでなんか俺らお前に使えてるやつみたいな、なんかだからみんなのために買ってあげたい、なんかこのさ、なんか奉仕精神、お前らのために感がなんか、だからそのマルシハンバーグ一人も欲しいって言ってない勝手に頼んでお前ら食えよ、お前意味わからんなんで食べへんの、頼むけどええってケイに聞いたら、おー俺食べるでって言ってたから、うん、えだからあったら食うけど、あったら食べるよっていう、うん、食べないけど、どうせならお前が食うやつも頼んでよかったそうやね、俺欲しいマルシハンバーグそんな欲しくてたまらへんのやつかけんとはなってないやん、別にマルシハンバーグ食べたい言った俺、あ、ちゃうの、言ってない言ってない、しかもなんかお前が払ってんのにお前が無益なおものすぎる普通にお前が残念やちょっとこれは自分で自分の首絞めてる、意味が分からへん、辛いな、うん、まあだからみんなね好きなもののために行きましょう、行きましょうということで、ね、好きなことに熱中症はいいよという話です、はい、うん、嫌いなことで行くのは、ね、ええー、話やで、うん、ええー、話かな、ええー、話や、いやでもまあね、あ、まあどんなことでもそうですからね、それに関しては、うんうん、あのね、これ結構ちっちゃい時から悩んでる話なんですけど。